はい、どうも秘密結社フェイカムソースハッチでございます。今回は KO 杯スプリングカップということでね、頑張ってやっていきたいと思うんですけども、まあ、今回ね、まあ、本命にする、まあ、馬名の意味なんだけれども、これ正しくはね、パフュームのツアー名って書くのが正しいと俺思うんですよ。確かそういう馬主さんだよねっていう感じで、そう、その馬主ね、山口ステーブルさん、そう、ビッグレッドファーム、岡田総帥に言い訳をさせた男ですよ。イクスキューズと。馬名でね、言い訳をした。そんな男の JRA 重賞初勝利の舞台は東京が、やっぱりね、そう、クイーンカップを勝ったイクスキューズと同じ舞台が望ましい。まあ、本当はね、除外されずにビクトリアマイルに出て、東京マイルでね、やっぱ決めてほしいなって思いはあるんだけれども、今除外対象、そして除外対象だっていう前提で、まあ予想動画別で撮ってしまって、そっちはそっちで買いたい馬がまあ本当に出ているから、こっちで、ね、まあそして金曜日土曜日雨予報ですから、重馬場になるとすれば、その総帥のところのね、守護馬と同じアドバイス、観覧席に向かって走れと。もうね、総帥のところの守護馬アグネスデジタルが現役時代2001年に TM オペラ王を撃破した時と同じアドバイスでいきたいと思います。頑張ってもらいましょう。というわけで今回の回はね、もうこんな感じで、そう、もうね、本命はもうリフレイム、ここからですね。まあこんな感じで、紐はもう東京のこの辺の距離が良さそうなっていう馬たちをピックアップしてあります。まあ重馬場なんでね、そういう血統っていうのも多少考慮に入れつつ、というわけで笛ガム剤予想のポイントは左回り校舎、東京校舎、こういったところで結果を出してきている馬をまず中心に狙っていきたいと思います。まあ、そして雨予報で多少スタミナがいるとなると、1004という距離を考えても、まあ1002から1004型というよりは1004から1006型の馬たちの方が少し有利になる可能性は高いのかなという気もするんで、今回こういった予報でいきたいと思います。というわけでね、今回の本命馬なんですが、ネット競馬の想定だともう5番人気、ちょっと人気落ちてるっちゃ落ちてるんですね。まあ、左回りで頭皮癖、右回りだと刺さっちゃってね、全然ダメという感じの結果を出してきてるリフレイムですが、まあ今回はね、まあ左回りで外にと言ってしまうことで距離損がすごいんだよなんていうね、言い訳をね、しない、そういう勝利をね、期待したいと思います。言い訳をね、させたのが山口ステーブル、するのが山口ステーブルじゃない。ここはね、もう本当にそういう勝利をね、期待して、この東京の舞台で、まあ本当はね、だからこそクイーンカップをイクスキューズが勝ったっていうことも考えて、東京マイルの舞台がいいんだけれども、まあ除外対象じゃ仕方がないね。さすがにそこは言い訳とかそういう話じゃないから、まあ目標としてきたこのレース、なんとかね、山口ステーブルさん、全日本2歳優秀、2年連続育成馬ワンツーフィニッシュっていうね、もう結果をこう名を上げに上げて、まあ今の40代半ばぐらいのね、若手って、まあ、馬の世界では言われるような世代、まあ、僕らと同じかちょっと上ぐらいのね、世代の中では一番の出世頭ですからね、ここはもう地場で重賞初制覇決めていただきたいなと僕は思っております。ある意味応援馬券ですね、そうなってくると。まあ、そして想定1番人気メイケイエール、まあ、正直ね、気象面がやっぱりまず問題になってくる馬でね、そういう馬が、ずっと1002で使ってきた馬がね、1004、距離延長ってどうなのかなーっていうのがね、どうしてもまず最初に出てきます。まあ、その上でね、まあ重馬場は対応するだろう、この力のいる東京の馬場って、この品系で言えば最初の活躍馬白雪姫が東京芝2000、まあ今でいう一勝クラスを勝ったのが確かこの東京コースだったって考えても、案外ね、重馬場の東京はこなせそうな血統な気はするんですけどね。まあ、ただ距離延長、そしてまあこの気象って考えるとちょっと厳しいのかなと。そういう不利を覆すような競馬をして、もしこの消したことでね、馬券が外れるようであれば、翌日人気馬の取捨選択っていう意味では、ああこの人気馬買えるじゃんっていうね、まあそういったところで馬券は取り返させていただくので、まあここはね、この品系のいらない方の毛色の馬っていう形でね、白くなきゃまあ普通の馬だからね、消しでいきたいと思います。まあ、そして2番人気スカイグルーヴ、まあ名前が示す通りエアグルーヴの品系ですね。エアグルーヴの品系ってことは、まあガーサンとか入って主得意の品系みたいなね、そういった
かつてのそういう品系というふうに言えると思います。まあ、もちろんね、エアグローブの品系なんて言わなくても、母の父キングカメハメハっていうだけでもね、まあ、その品系というふうに言えますし、まあ、今度はねこの馬の配合を見てみると、父エピファネイア、母の父キングカメハメハ、母の母の父サンデーサイエンスというような配合になってくるんで、この配合が実は明日、まあ、このレースの翌日人気しそうなデアリングタクトと同じ配合になるんですね。まあ、なのでこの馬が僕の予想以上に好走するようになってくると、今度はデアリングタクト、まあ、1年の休み明けだから買わないんだけれども、まあ本当は向いてるんじゃないかなみたいなことになってきますね。まあ、そしてアンジョルメール、準オープン勝った後の昇級初戦でいきなり重賞2着とね結果を出した馬でもありますし、騎手も一番信頼がおけるということでね、この馬は買いでいきたいと思います。そして3番人気ラウダシオ、まあ、ちょっとね去年の勝ち馬なんですが、そっからの戦績が良くないねと、安田記念14着、セントウルステークス13着、富士ステークス8着、阪神カップ11着、その後海外2戦が G3 4着、 G1 9着と短い距離でね結果が出せていません。まあ、そう考えるとね、去年は人気で勝ったんだけれども今年人気落ちしている、それでもまあネット競馬のね想定順で3番目に出てくるっていうのは去年の覇者馬場適正っていうのをね思うところがあるんだと思います。まあ、実際、まあ、このその去年のレース後一番マシな構想をしたのが富士ステークス、着差的に言ったらというあたりを考えると、まあ確かに東京向きではあるのかなというところなんですが、まあ、父リアルインパクトもね安田記念3着3歳で、安田記念いきなり3歳で勝って以降、まあ、その後はねだんだん成績を落としていったように結構一発屋みたいな側面もありそうな血統ですから、まあ、ここはね海外帰り初戦、しかも海外を国をまたいで転戦した後の海外帰り初戦ということで決していきたいと思います。そして4番人気タイムトゥヘブン、まあ、この馬がね、前走重賞勝って以来ということで、連勝するタイプかって言われると結構構想凡走がはっきりしたタイプで、連続っていうとね、まあ若干信じづらい部分はあるんですけれども、まあ、去年の富士ステークス3着とこの馬もまあ去年は東京で構想しているんですね。まあ、その後凡走3つ挟んでですけども、重賞勝ちの勢いっていうのもあるっちゃありますし、勢いを持ってね、母の父アドマイア・ベガってことは そこにねトニービンの血が隠れていて、まあ、東京校舎みたいにも見えてくるんでね、ここは買いでいきたいと思います。お母さん大花賞馬かこれ、キス・トゥ・ヘブンだったら。まあ、そして6番人気シャイン・ガーネット、まあ今週のね天気予報、今日も撮影日ね今日も雨が降ってたし、金曜土曜も雨マークと、ちょっとね梅雨が近づいてきて雨の日が増えてきました。そして5月にこういう天気の傾向になってきたあたりから、もうここ数年ねステイゴールド系が結構来まくる、オルフェババ、ステゴババ、そんな感じになってくるんですね。やや力のいるババ、当日がね晴れたとしてもこう芝がね伸びて、まあ力がいる絡みつくババになってくるというような傾向が例年あります。まあ去年6着はまだそういう傾向になる前だったのかな。まあ時計も早かったですしね、まあ、その後ねオーロカップ3着と東京校舎なのは間違いない、東京では比較的間違いない構想を繰り返しているオルフェーブル3区ということで信頼は受けると思います。まあ天気の傾向が変わってきた、梅雨が近づいてくるとステイゴールドの系統が元気になってくるということでね、あ今日服違った、まあいいや、まあそんな感じで狙ってみたいと思います。まあ、そして7番人気ギルデッドミラー、これがラストですね。これもね父の欄にオルフェーブルって書いてあるんで、その辺の説明は以下同文ですでいいんだけれども、まあ、しかもね鞍上がダミアン・レーン、まあ、なんだかんだ言ってオーストラリアから、まあ、コロナの影響で来れなかった年はあったけれども、まあ、その前はね日本気に入ってくれてということを考えると、まあ、もちろんノーザンファームさんも、レーンにいい馬をちゃんと用意して待ってますよということになってるわけですね。まあ最近はねダミアン・デーンに限らずクリスチャン・デムーロにしても、まあそのためにわざわざ乗り換わりってことはね今年去年あたりは少ないんだけれども、まあそんな中でね、まあ少なくともデーンに用意できるだけの仕上げをしてきた馬って考えると、これは十分狙えるんじゃないかなということで、まあ、ノーザンファームさんの短期免許の外人騎手、
ノーザンファームさんで、あの機種の欄にカタカナ、カナが書いてあれば買いというね、鉄則に基づいてですね、これは買いでいきたいと思います。まあ、そんなわけで、あのいつも通りの感じですね、軸1頭、紐4点。まあ、ノーザンファーム勢も強力なんで、弱気に3連複でもいいんだけども、今回はね、応援馬券の趣も強いんで、まあ、3連単でね、狙ってみたいなと、まあ、思っております。以上、ハッチでした。